有限責任あずさ監査法人は2003年に設立された日本の大手監査法人。2010年に有限責任制度適用の監査法人に移行した。海外の大手監査法人を指すビッグ4の一つ KPMG のメンバーファーム。いわゆる4大監査法人の一つである。優化証券報告書より最近の監査報酬が1億円超のクライアントを列挙。 法人及びクライアントの特徴として、以下の点が挙げられる。人員数、社員数には、特定社員を含み、公認会計士、公認会計士試験合格者、会計士補のいずれにも該当しない職員を含まない。現在のあずさ監査法人の母体とも言える、監査法人朝日会計者の創業者、小沢修司は、住友銀行の出身であり、そのため、 創業以来より住友系のクライアントを多く持ち、大手監査法人の一角を占めていた。海外提携先も当時、ビッグ8と呼ばれていた会計事務所の一つ、アーサー・ヤングであった。一方、新和監査法人は規模としては準大手であり、中堅の武道インターナショナル及びグラントソントインターナショナルという二つの会計事務所と提携していた。監査法人朝日会計社と、 神話監査法人は当時の首相、中曽根康弘内閣の公社民営化による設立企業を受け入れる措置を整えるため、1985年に合併。当時、国内の監査法人は旧公社クラスの企業の監査に対応できるほどの規模を有していなかったため、監査法人の代償を問わず合併が相次いでいた。中でも、朝日と、 神話はいち早く合併を成功させ、結果として JR 東日本や NTT をクライアントとして獲得したが、合併後の監査法人朝日神話会計者は、アーサー・ヤング、ブド、グラント・ソントンの三つと提携することとなった。当時、日本企業の海外進出はまだ少なく、逆に外資系企業の日本進出が多かったため、複数の海外提携先を抱えても問題は、 生じなかったと言われる。なお対外的には国際部を旧アサヒ系のものに統一し、旧神話系の国際部は国内部門との投資番号を割り当てた。これにより国内クライアントの海外活動への対応はアーサー・ヤングに一本化されていた。しかし1989年にメイン提携先であったアーサー・ヤングはアーンスト・ウィニーと合併し、 アーンストヤングとなった。形式上は対等合併であったが、実質的には当時経営難に陥っていたアーサー・ヤングをアーンストウィニーが救済したものであるため、アーサー・ヤング側の立場は弱かった。ところで合併前のアーンストウィニーは、当時、オーター・キカズ監査法人と提携していたため、オーター・キカズと朝日神話の二法人が、 アーンストヤングを海外提携先とする構図になった。すると事務所内において立場の強い旧アーンストウィニー側が従来の提携先であったオーダーキカズを国内業務において優先するようになり、朝日神話側に不利益な結果をもたらすこととなった。さらに旧アーサー・ヤング側の人員は多くがリストラにあったため、朝日神話は 従前の人的関係をも失うこととなった。なお、この時に、大田秋和側はこれを解消すべく、朝日神話との合併を持ちかけたが、大手同士の合併は河川を招くとして、大倉省は許可しなかった。かくして、朝日神話は、アーンストヤングとの提携を1993年に解消し、新たに、アーサー・アンダーセンと提携。同時に、 アンダーセンの国内直営事務所であった、井上斎藤秀和監査法人と合併し、朝日監査法人となった。アンダーセンは重複提携を認めない方針であった、ため、神話監査法人からの付き合いであった、武道及びグラントソントンともここで提携を解消。その後武道は産友監査法人、グラントソントンは、元監査法人へと、提携先を移している。その後、 アーシャー・アンダーセンは2001年に起きた炎論事件により打撃を受け翌2002年に解散した。これによりアサヒ監査法人は海外提携先を喪失し、またしても新たな提携先を探さなければならなくなった。一方その頃、オーター・キカズ監査法人は KPMG と提携していたセンチュリー監査法人と2000年に合併。これにより発足した 監査法人太田昭和センチュリーは、アーンストヤング及び KPMG という二つの会計事務所と提携することとなり、前述したアーンストヤングが、太田秋和及び朝日新和と提携していた時とは、逆の構図で KPMG に不利益な結果をもたらすこととなった。ここに朝日監査法人と KPMG の利害関係は一致し、朝日は海外提携先に、 KPMG を選定した。この際に、一旦新日本監査法人の9センチュリー系グループが独立する形で、設立されたあずさ監査法人と朝日監査法人とが合併する形で、2004年に現在のあずさ監査法人が設立された。これにより、日本の4大監査法人と海外のビッグ4の提携関係のねじれは解消されることになった。 なお9センチュリー監査法人のクライアントには、パナソニック、三菱電機、ホンダ技研工業のようにあずさえ移ったものもあれば、日立グループや雪印乳業のように、新日本にそのまま残ったものもある。2007年4月に破綻した、英会話学校の場の2007年3月決算で、軽装事件を企業の存続に重大な影響を与えるリスクとして開示していなかったことについて、 不適切な情報開示として、当時の担当監査法人であったあずさ監査法人が、公認会計士協会の調査を受けている。2006年10月上場会社、ユニココーポレーションが利益を優先し、リース資産や融資に対して、適切な自己査定をしていなかったとの理由で会社に、対しあずさ監査法人から、債務調査の指摘を受け事実上破綻した。記者会見の席上で、 当時の社長は、監査法人の指摘は、晴天の霹靂と批判したが、会社は事実上のワンマン経営であり、不正会計の発覚が遅延しただけとの見方もある。2004年、キャッツの株価捜査事件に深く関与していたとして、担当会計士が、会計士協会から会計士資格の登録抹消の処分を受けている。逮捕された会計士が、 アズサ監査法人の業務管理部門にいたこともあり、当時、新たに監査契約を締結したキャノンが事情を聞くなど、大きな波紋を呼んだ。2012年7月、金融庁はアズサ監査法人に対し、業務改善命令を出した。これは、オリンパスによるバブル期以来長期の1000億円以上の損失学史があるにもかかわらず当時から2009年3月期まで、 ずっと適正意見を出し続け、さらに新日本監査法人に経営上の疑問点を引き継がなかったためである。2020年9月、所属する会計士45人が公認会計士法で義務付けられた継続的専門研修のオンライン講座を2つの講座に同時にログインして、2つを受講したと偽るなどしたことが判明した。あずさは、 当該の会計士たちを減給などの懲戒処分にすることを検討し、高波博之理事長ら役員10人の報酬をカットするとした。また、日本公認会計士協会は他の監査法人でも同様の不正が行われていないか調査を行うとした。法人名のあずさは弓の材料に用いられる丈夫で弾力のある樹木、地にあやかり、強靭な組織力と 柔軟な創造性を持って企業経営の A2Z をサポートしたいという願いを表す。ありがとうございます。